おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日は肉団子の甘酢あんにしました。まず甘酢から作っていきます。でね、甘酢の分量は左に出てるこれです。で、これをしっかり混ぜ合わせておきます。で、肉団子に片栗粉をね、薄くまぶします。でね、今日はね、オムレツにします。卵とミックスベジタブルで作る。で、マヨネーズと塩コショウで調味します。このね、業務スーパーの極み塩コショウ、ほんと美味しいです。で、ウインナーに切り込みを入れます。で、ちくわは縦半分に切って、端っこからくるくるくるって巻いていって、巻き終わりをね、両サイド爪楊枝で留めます。でね、これを真ん中からパコーンと半分に切ります。で、フライパンに油を熱します。で、卵液をザバッと流し入れて、端っこの方からね、中央にこうペッペッペーって寄す感じでね、形を整えていきます。で、ある程度形ができてきたら、今度はフライ返しでくるりんってくるんとします。で、出来上がりかな。で、今度はね、ウインナーとちくわを焼いていきます。で、そしたらちくわにね、これはね、マヨネーズと顆粒コンソメを混ぜたやつをペペって塗って、で、こう反対側にして溶かします。で、出来上がり。そしてこのマヨネーズのところを拭き取って、1個のフライパンで完結させよう。うん。で、肉団子をね、焼いていきます。これね、もう全体に焼き色をつける感じで大丈夫。で、片栗粉をまぶしてるからね、あのタレの絡みも良くてね、美味しくなります。肉団子に焼き目がついたら、まだ炒めてるな。あの、うちはね、業務スーパーで買ったパプリカを
ボンって入れたけど、野菜室にある野菜、玉ねぎとか人参とかピーマンとか何でも OK です。これを入れてしっかり炒め合わせます。で、野菜にもよく塩梅で火が通ったら合わせ調味料をザバッと入れます。ただ手早くね、こうペペペペペって混ぜたらとろみもついて出来上がりです。詰めていきます。ご飯は斜めに入れてちょっとね傾斜をつけてあります。まずオムライスから詰めて、アルミホイルをカップ状にして、肉団子の甘酢あんを詰めます。そしてウインナーを詰めて、くるくるちくわを詰めて、でパプリカと甘酢もねたっぷりかけます。肉団子にもうね甘酢が美味しいからね。よし、たっぷりかけて、でね、トマトを取りに行ってます。段取りが悪いですね、やっぱ。あら、すでに梅干しも持ってきました。で、トマトをね、ちょこんと乗っけて、オムレツにペペ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 ってケチャップをかけて、なんだっけ、ゆかりふりかけをシャッシャってして、で、最後に梅干しをちょんって乗っけて、今日のお弁当の出来上がりです。今日はね、こんな感じのお弁当でした。そしてね、この後ね、昨日の夕飯はね、夫のリクエストでお好み焼きだったんだけど、野菜切ったり混ぜたりするところは取ってなくて、焼いてるとこだけでした。もうね、ほんと中鉄鍋とかはね、しっかり温めて薄煙が出てきたらね、くっつかないし美味しくできるのでいいです。大好きです、鉄が。でね、うちはね、お好み焼きは水は使わない、でも粉を少しと長芋だけで作ります。ふわっとろで美味しいです。で、豚バラを乗っけて片面5分ずつ焼きました。でね、このひっくり返す瞬間がね、いつもドキドキするの。よいしょって。はい。昨日はね、こんな感じで簡単ご飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。ちょっと早かったな、私の締め方が。あと1個焼いてます。ね、喋る配分なんていうの、足りなくなったり長くなったり、うん、足りなくなったり長くなったり、一緒か、早く終わったりね、何回やってもこんな感じだな。よし、もうね、これ多分すぐひっくり返すと思います。今度こそ最後まで見てくださりありがとうございます。はい、ではでは、良い一日を。バイバーイ。まだ残っちゃった。ごめんなさいね。